おはようございます。ピアフィッシング TV 藤波チャンネル、藤波チャンネルってなんか自分の名前恐縮なんだけどね。でも藤波チャンネル、今回は霞ヶ浦です。ってことで最強助っ人、チームメイトの山崎さんです。山崎さん。はい、山崎です。よろしくお願いします。興味あるでしょこれ。昨日東京の釣り具屋さんとかでも、はい、明日霞って言ったらやばいよなんて言われて、はい、一人で出んのって言われたから、いや違うよって、誰と出んの、山崎さんって言ったら、あーじゃあ安心かななんて言われてるからね山崎さん。けど今の現状はそんな甘くはないです。あのぶっちゃけ俺もパッと今日初めて今ここ来て、はい、これ減水やばくないですか。そうなんですよ。今まで冬水位で結構増水気味だったんですよ、うん、だけど、まあ、春に向けてちょっとずつ減らして、うん、10日前に一気に減ったんで、減ったって言っても霞の場合はこの色を見てもらえると分かるけど、うんうん、まあ30センチ、結構それ大事じゃない。まあ大事ですけどまあいるバスはまあほんとシャローにいるんで刺してるんで、お風が当たってワカサギだったりシラウオだったり、はいはいはい、寄せられてそれを捕食してるバスを今から朝は狙っていくよと。そう、山崎さんってそんな背大きかったんですねどういうことですかなんかね、ちょっと嫌だね。嫌だよね。そうですか。そういいとこなんじゃないの。まあやっぱ先端ですよね。ちなみにここは和田岬です。お、よく知ってますね僕昔 JB のトーナメントやってたんですよ。俺昔釣りうまかったんですよ。昔なんですか、うん、今もじゃないとダメじゃないですか。僕ここで賞金もらったことあるんです。あ、本当ですか。ええ、トーナメントなんですよ僕の釣りって結局。だからバス以外やったことがないんです。あ、そうなんですか、うん、じゃあずっとバスしかやってこなかった。そう。へえ。山崎さんいろいろやるよ。まあそうっす ね釣りは基本何でも。でもね山崎さん本当自覚した方がいいよ。山崎さんの釣りみんなめちゃめちゃ興味あるから。いや本当普通のことしかやってない。ルアーも、うん、まあ、基本いじるの嫌いなんで、それもうそのままノーマルで使う。それよくテレビに出る女優さんがさ、はい、綺麗な肌してますね、なんかケアされてるんですか、はい、いや私何にもやってないですよっていうあの感じの悪い感じと今一緒です。いや、うん、本当で見てもらえばもう本当何もやんない。フックのサイズすら変えないと。ちなみにこれシャッドリアルワカサギから綺麗じゃないですか。ワカサギに寄せてるんですか。だいぶまあこれとあとシラウオから、うん、まあその2択で、うん、水の色とかそういうことじゃなくてもうベイトに寄せたカラーの、まあ、基本はベイトに寄せる感じ。そう、濁ればまたねチャートとか派手なカラーを使いますけど、これちなみに濁ってます。いやこれは濁ってないっすね。これがそもそもこれ結構綺麗なアウェーのアウェーの人間からすると、はい、水に色ついてくからこれ釣れんなみたいな。あーあーこれ綺麗なんだ。これ綺麗、生命感のない水。霞基本水の色を見て自分やるんですよ。だから乱眼して水の色見て、うん、ここはもう死んでるなとかここは生きてるなとか、うん、じゃあここは今、まあ、綺麗っていうのは生きてる。いやこれはもう死んでるような。死んでんだ生命感がないっていう。まあ確かにね。まあそんな感じでまあ乱眼していく感じですね、うん、そのいい場所を見つけるためにね。いい場所。あそこもうここで終わりですか。終わりです。もうすごい。いや本当もう一等して終わりとか結構多いっすよ。じゃあ次みたいな。もう次。まあ朝一はねとりあえず広く見ていかないと。やる気のあるやつだけをちょっとピックアップしてみればなみたいな。多分今朝一はやる気のあるバスはいないんで。いない。これなんかドドンだね。みんな朝行くぞってなるじゃないですか。朝しか釣れないんじゃないかみたいな。今ないんすよね朝って。そう、今っていうのは季節的に。いや季節じゃなくて何年か。もう今の霞にはあんまりない。昔ってほらやっぱ朝一大事で早く行ってたじゃないですか。そうそんでなんかトップとかねいろいろ釣れましたけど、うん、今ってそういうのあんま霞ってないんですよ。へえ。風とか。まあ風だったらまだ夕方の方が釣れるんですよ。へえ。やっぱ夕方って風吹いてるじゃないですか。午後。うん。そういう時の方が釣れてますね、うん、へえ。さて移動しますか。おお早い。そういう感じですね。行きましょう。
ここ入るんですか？そっから。あ、全然ここは広いから。大丈夫ですか？ここは入る。あれ、霞はもうあれですよ。まあ、もう木と木の間挟まるぐらいなとこばっかですよ。僕トラウマがあってね。はい、あのこういうところ宮古でも何かあって、はい、奥でボイルしたんですよ。はい、ここは入れるんですよ。おこの辺でガンって引っかかって、はい、俺前に落ちましたよ、ね。落ちちゃったんですか？落ちました。落ちますよあんなの。入り口とりあえず巻いとこうみたいなね。あ、そうですね。やっぱり基本ですよね、入り口は。うん。いや、なんとなく今のところ、はい、僕が想像してた理想にやっぱり近い釣りしてるなっていう印象は、ここをさ、はい、狭いわけじゃないですか。はい、これ流れがチョークされるんですよね。ずっと細くなる。はい。言っちゃえばこう、なんて言ったらいいのかな。庭にホースで水をまくとき、遠くへ強く飛ばしたかったらホースの口潰すじゃないですか。キュッて。そうすると流れって加速してビャーって遠くへ出るじゃないですか。ここをギュッてこう狭くなってるってことは、全体の流れがここでキュッて速くなるから、さっきから山崎さん風が当たって水が動かないとダメだダメだって言ってるから、多分こういうところなんだよねって俺は思ってるけど、ちょっと正解かどうか聞いてみよう。もちろん正解です。はい。丸ということで。勉強させてもらってます。投げるじゃないですか、ルアー着水するじゃないですか。クラッチを入れないまま当たりを取ろうとしてるって、この形が結構理想だと思うんですよ。さすがっすね、クラッチ入れてないの、うん、分かったんですか。これ理想の形だと思うんですよ。ちなみに今は、はい、何を今投げてるのは、テキサスリーグ。テキサスリーグ 4g にちびっくリッター。ちびっくリッター 2.6、 2.6。 テキサスリーグ何グラムですか？これ4。4ってもうこだわりなかったら4使わないもんね。 3.5 で良くないってなるじゃん。そうなんですよね。いや 3.5 だとちょっと入っていかない。でももうちょっと入れたいから4なんです。だけど5までしちゃうと、そう、重すぎちゃう。うわ、めんどくさい。楽しいね、ここが楽しいよね。まあそれと自分がキャストちゃんとできるか、うん、もうその選択っすよね。だからすげえこうなんていうかな、ロッドタックルバランスが 4g のテキサスにぴったりっぽいんですけど、ロッドは何使ってるんですか？これロッドなんて言ったらいいんですか？ベルサートのプロト、ベルサートのプロトモデルだって。反則です。これですね。うん、反則。これですねじゃないよね、売ってないんだからさ。っていう俺もプロトです。すいません。プロトの、まあ、はい、バン M 何フィードぐらいあるんだろう。68ぐらいですかね。6869ぐらいあるね。結構長いですね。うん、リールは、リール LTX、 ゼノン LTX。 ゼノンいいね。やっぱゼノンいいっす。もう軽くて、リールは揃いました。結局これみたいな。ごめんね、ほんとピュアフィッシングの皆さんすいませんみたいな。今は売りはレボ5。あれはあれで価格帯として、あの価格帯であのクオリティはすごいんですけど、やっぱりカスミ釣りたい、高いもの持ってきちゃいました。でもレボ5はまだ俺控えてるんで。あ、控えてる。控えてます。投げ物は結構レボ5使ってるんで。一緒。ミンチとかでしょ。でもやっぱうちはこのゼノンの軽さ、あとコンパクトなリール、ね、この軽さ持っちゃったら、はい、ちょっとね、なかなか一瞬持ち帰るのにストレスあるなみたいな。やっぱアブの中ではもう断トツで、もう断トツ、びっくりした、ね、びっくりですよね。びっくりしたよね。この良さはね、やっぱ使ってもらわないと分かんないかもしれないですけど、いや本当にこれはあの、俺が俺だから多分伝わんないとは思う。もう分かってる、分かってるよ。アブの人間だからね、分かってるよ。でも本当におすすめ。僕はこれと MG7 っていう7のギア比のリールがあるんだけど、ここスプールの互換性があるから、 LTX は基本シャロースプールなんですけどね。だからギア比7だったら、例えばシャットとかそのちょっとした巻物なんかにもで、シャロースプールを入れると軽量の部分はめちゃめちゃ軽快だし、ある日はまた戻せるしね、スプールがこう入れ替えれる。これでもこの軽さもびっくりする。まあ、何言っても伝わんないよね。
北戸根、はい、北戸根に移動してきました。好き好きですか。はい、でもやるのはもう3、4年、3年ぶり4年ぶりぐらい。はい、うん、まあその頃と比べたらあれじゃないですか、だいぶ多分足とか減ったと思うんですけど、ちょっと減った感じ。でも今日やっぱあれだね、減衰がさ、はい、何よりものなんか原因な気がするね。まあ霞では多分一番重要ですね、水の量が。そもそも水深が浅いですからね。水深浅いし、減るとやっぱバスもふわっと出ちゃう。もう出ちゃいますね。だけどやろうってことで、ちょっとスローにね、スローに落として、これが多分琵琶湖界隈とか、まあ、僕らが見てるその関東の釣り、ボートからやってもおかっぱりからでも変わんないですよね。そのくた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 、でかい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 、マジでけえ。何人ですよ。パスだパスだパスだ。俺が釣ったみたいになっちゃったけど。やっぱでかいっすよ。レモファイブロケ。ドラッグバス。ナイスガイド。イエーイ。俺じゃないんだけどな。俺じゃないんだけど、もうまあいいね。ちょっとこうすごくワームなんだったんですか。ハルステール。あ。紹介します、チームリーダーの K さんです。K です。パルステールのまだ、はい、今開発中の、おい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 、誰一人売ってるもので捨てねえんじゃねえか、さっきから。プロトロッド、はい、プロトワーム、はい、俺もプロトロッド。ダメじゃない。だけどマックスセント、やっぱりマックスセントですね。強いね、震えてるね。いや、重いですよね。重いですね。いいバス、いい魚ですね。46だね。これ釣れんすよ、これ。釣れたのは、パルステール3インチ、発売は多分今年の秋か来年かぐらい。タックルがこれが6点の HS ソリッドティップ、ソリッドですね、うん、リールがロケットだ。ロケットギア比10の噂のやつね。まあシェードに打って落としたらもうトンって入ってラインがちょっと走ってた。これ何なんですか。釣れて嬉しいのが今3割ぐらい、3割しかないんだよ。7割ぐらい悔しいよね、山崎さん。なんかいやいや、悔しくはないですよ。あら、なんでそっち側行くんすか。なんでそっち側逃げるんすか。いや、釣れて本当良かったなって。待って、おかしい。さっきからすっごい下打ちしてたんだよ。いや、してないです。あいつ飲んだよみたいな。いや、ネットあんのにネットも出さなかったでしょ。アンドランニング後ろよみたいな話だったでしょ。取れてきたね。でけえ。何人ですよ。もう俺が人のバス持ってやったなって。そうっすよ、やったって。自分のバスだって。おかしいよね。ということで、なんか終わりそうな。え、締めようとしちゃってるみたいな。これからじゃないですかね。あ、勇気もらった、頑張ろう。やる気出ましたね。ねえ。ということで、はい、移動してきて、はい、もうちょっと北戸根のこれはさっきよりも下流になるんですか。そうです、下流ですね。これ風当たってるじゃないですか今。そうですね、ちょっと南風が吹いてきましたね、うん、それでちょっと当たる面っていうことで、こっちの足で。足ベイトがめちゃくちゃいますけどね。おー、全く見えない。え、見えないですか。わあ、見えない。見えてるふりしようかなと思ったけど、はい、見えない、はい、見えない。あ、いやいや、いためっちゃ跳ねるじゃないですか、うん、ちょっと生命感があっていい感じですけど、うん、今はネコリグですね。ヒットワームのカバーネコ。ロッドは番手いくつ使ってますか。これベルサートの 68L プラス 68L プラス、はい、あー、ベイトフィネス用ですね。それも人気だね。
ましたよ。ナイス。ちゃんと可愛いですけど。抜ける？抜ける？抜いちゃいますよ。いいよいいよ。おーおーいいやん。来ましたー。はい、イエーイ。見た？見た？はいそこまで、はいそこまで、はいはい。今抑えたっすね、なんかグッて。いやちょっとね、結構待ったんすよ。即合わせするとやっぱり抜けちゃうなと思って。完璧な形。完璧完璧っす。これ見て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 、これこれ完璧よ。ね、これだとね、ラインもかかんないし。だから弱いだけのタックルってここ抜きにくいんですよ。そう、一番硬いところ、ここっすね、この硬いところ、これが貫通してるんで。やりました、マックスセント。何ワーム？ D ワームです。マックスセントの D ワーム。D ワームのカバーネコの 2.5。これもだから結構ストンって感じになるっす。すげえじゃん。はい。ちょっとあんまり俺取らない。何その俺だけ釣ってないよみたいな顔するのやめてもらっていい？目的は達成したじゃん。ザキヤマさんの釣り見た？いたって普通だけど、やっぱリズムが良かったよね。うんって。みんなどこやって、みんな自分のことで精一杯だから。あの今エンディング撮ってるんで。はい。皆さんお疲れ様でした。はい。お疲れ様でした。うん、こんな感じで終わりますんで。はい。いい魚でしたね。そうですね。あの人ね。今日の優勝者。うん、ということで次はどこに行こうかしらということでまたよろしくお願いします。